はい。はい。始まりました。始まりました。人生思考が濃い。そうですね。人生思考が濃い。はい。やっていきましょう。はーい。はい。司会は、オーバーザーレインボーだったら、和清のアルバキと。iPhone の充電って結構寝てる間に切れちゃうんだよな、という中野がじゃあ、やっていきますか。やっていきますか。はい、あのね、やっぱりそれってね、画面がね、なんか動いてる画面とかをね、あれして、画面が消えてないみたいな状況があり得るんじゃないですか？アプリは全部落としとけってことかな、通知切って。そっか、通知もね、通知もさ、なくてもいいなっていうさ、アプリあるよね、やっぱり。うん、そうだね。通知切っとくというね、個別に。うん。そうそう。でも、普段はさ、通知が欲しかったりするじゃん。でも寝るときは別に寝てるから通知見ないからってことで、なんか多分ね、ナイトモードみたいな。あるよね。あるから、それ俺一回も使ってないから、なんか、それ使えば、いちいち通知のたびに光らずに、なんか電池の消費抑えられるのかなという。夜はそうだよね、まずね。気持ちがあるから、今度ちょっと試してみようかなって感じですかね。というわけで。はい。というわけで、まあじゃあお便りとかね、そうだね、お便りやってきますか、はい、やっていきましょう、はい、T さとりさんから、はい、はい、T シリーズですね、T シリーズですね、はい、中野さん、荒垣さん、こんにちは。いつも最高のラジオありがとうございます。ああ、ありがたい、先日久しぶりに「早手のごとく」でも読み返すかと思ってベッドの下をごそごそ探っている時に、初めて自分は早手のごとくをベッドの下に隠しているんだという事実に気がつきました。他に露骨にエッチな漫画やちょっとエッチなラブコメ漫画も持っているのですが、それらは特に何の恥ずかしさもなく本棚に陳列しているので、これは僕が早手のごとくを所持していることに 特段の恥ずかしさを感じているんだと思います。はい、そこで思い出したのですが、早手のごとくは僕が初めて買ったちょっとエッチなラブコメだったのです。いい話すぎる。質問なのですが、お二人は昔読んだ、かっこあるいは見た作品について似たような気持ちになることありますか？またお二人が初めて自覚的に購入したちょっとエッチなラブコメは何ですか？お聞かせ願えると幸いです。追伸、いつも最高のラジオありがとうございます、ということで。本当にいいこと言うやつだこいつは。最高のラジオっていう言葉がね、この短いお便りに2回も出てきたけど、本当にね、ありがとう。いやー、本当にありがとうだね。ありがとうの代わりに好きって言わせて。ありがとう。で、ありがとう。そしてありがとうってなんだっけ？なんかのネタかな。これはタイガー&バニーですかね。タイガー&バニーだ。そうだそうだ。はい、はい、はい。俺タイガー&バニーそんなに見てないので、俺の方が先にイントロドンできてしまうの。広く浅いアニオタあるあるってしますね。というわけで、ちょっとエッチなラブコメ、はいはい、初めて購入したの何ですかという。はい。なんだろうな。ちょっとエッチなラブコメの話させてもらっていいって感じなんだけど。俺、ちょっとエッチなラブコメ、買ったことないわ。ないでしょ。あのね、俺もね、実はちょっとエッチなラブコメね、そんなに買わないの。友達が買ってんの見せてもらったりするって感じなんだけど、あのね、俺、ちょっとエッチなラブコメってね、結構だいぶエッチなラブコメの話になるんだけど、俺がそういうのを、自覚的に自分の部屋に持ち込んだのは、これね、買ったって言ってないのがね、まあ、また一つのあれなんだけど。ああ、まあ、盗んだのか、借りたのか、拾ったのか、いろんなね、テクがあるからね。あのね、霊能探偵巫女で、これはね、かなりエッチな、ていうか、セックスシーンがいっぱいあるやつで、これはね、公園からゲットしたものなんですね。なるほど。公園に自生してた、霊能探偵巫女、ね。そう、公園のね、椅子の下に生えてたんだよね、霊能探偵巫女は。それでね、俺が伐採してきたんだけど、それは。段ボールの中にね。なるほどって思って、ね。捨てられてた子猫みたいになってるけどね。そう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 。この辺にはね、霊能探偵巫女が生えるんだって思って、お家にね、今、持ってきた。知らなかったので画像検索しました。なるほどね。そうそうそう、結構絵かわいいよね。確かに、結構やっぱ肌色面積が多い、そう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 。でこの、ね、霊能探偵巫女ちゃんはエッチな幽霊とかに疲れたりとか、なんかその幽霊関係の、なんかね、そのトラブルに見舞われて、まあ
肌を晒したりセックスしたりとかね、そういうことが起きたりするんだけど。なるほどね、うん、そう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 。俺はねこれが一番最初にそのお家に持ち込んだやつかな。でこれ以外はね、だいたい友達ん家で見たりかな。やっぱラブヒナとかすごい好きだったし、ね、うん、なんか俺どっちかっつうとね、ちょっとエッチなラブコメみたいなの好きなの。うん、まあそうでしょうね。うん、そうそう、すごい好きなんだけど、うん、でもなんかさ、そういうのってやっぱりそのなんつうんだろう、読み捨てみたいなのも良さがあったと思っててさ、うん、うん、だから雑誌で載ってるの見てさ、ああ嬉しいって思ってさ、うん、読むのやめたりとかさ、うん、最近だとまあそのウェブのね、あの連載とかで読んで、ああ楽しかったみたいな感じで、そう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 、確かに確かに、感じで、うん、そう読み捨てたりするのがあのあれなんですよね、うん、だからその買ったっていうのはね、実はね、あんまなくてね、あんまりちょっとご期待に添えなくて申し訳ない。そうだね。うん。霊能探偵ミコを見て思い出したけど、サザンアイズがちょっとエッチなラブコメに入るんだら、うん、サザンアイズが。範囲が広いみたいなね。最近さ、なんかのさ、あれで JRPG のさ、定義って何、うん、みたいな、あの、あれがあって、うん、あの、ダークソウルは JRPG なのかみたいな話があったんですよ。はあ。うん。レベルとかを上げたりする、あの、日本で作られた RPG みたいなのが JRPG だとしたら、ダークソウルだって JRPG なんだけど、そうだね。それを、なんかその海外ファン人とかで言ったりすると、なんか、鼻つまみ物みたいな扱いをされるみたいなことを言ってる記事とかがあって。なるほど。うん。で、俺はそういうのがあんま嫌いなんだけど、みたいなことを言ってる記事だったんだけど。あの、それを感じますね。なるほどね。サザンアイズを入れたりするのは。そういう間の作品はあるからね。うん、でも、なんか。そうそうそう。うん、そうだね。スマブラは格ゲーなのかとかね。うん、そうだね、うん。スマブラは格ゲーなのか、スマブラは格ゲーって言ってもいいけど、なんか、もっとなんかさ、格ゲーじゃなさそうな格ゲー。悠々白、スーパーファミコンの悠々白書は格ゲーなのかみたいなさ。あの、コマンド入力するやつのことか。そう、コマンド入力するやつ。そうそう。っていう感じがね。まあでも、格ゲーの本質がコマンド入力にあるとしたら、そうそうそう。うん、お互いがね、その、うん、キャラクターを選んで、コマンドを入力してみたいなのが。そうだね。うん。そういう感じがしますね、そのアイズに。うん。でもさ、この話ってさ、すごいいいなって思うのがさ、やっぱり、あれだよね、その、思い出が強いって話だよね。何よりも。そうだね。買った当時の羞恥心とかがずっと呪いのように、流行ってるのかな。多分この人さ、うん。うん、この人さ、ハヤテのごとくより面白い、あの、ラブコメ、ちょっとエッチなラブコメとかも多分さ、この長い人生の中いっぱい見たと思う。そうだよね。ハヤテのごとくが昔から過去までオールタイムベストですよ、うん、みたいなことじゃないと思うよね、この人。うん。だって、それだったらやっぱり本棚入れてると思うし、うん。うん、そのなんか、そこまでに浸水してるんだったら。でも、そこまで浸水はしてないけど、でも、やっぱ特別っていうのが、やっぱり俺はすげえエモいなって思ってて。初めて買ったことにね、すごい。そう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 。思い出がね、勝ってんだよね、全てに。確かに、うんうん。一番じゃないはずなんだけど、特別なんだよね、その。そうだね。うん。初めての相手だからね。そう、うん。深淵にさ、わざわざしまい込むっていうさ、そうだね、その行為がめちゃめちゃいいっていう感じ。そうだね。うん、でもさ、友達ん家行ってさ、このさとりさんが、はやてのごとくを、うん、うん、買ったのが、だから、中学生とか、高校生ぐらいだとしたら、うん、俺らより多分ちょっと下ぐらいだと思うんですよね。そう。でも、早手のことって長いよね。長いか。そうか、うん、早手のこと長いから分かんないか。うん。なんかでもさ、もう、まあ、多分これ聞いてラジオ聞いてるの、せいぜい大学生とかだと思うんだよね。多分。うん。いや、でも、30超えてる人も聞いてますよ。そう、いや、そうそうそう、うん。若くて大学生ってことね。そうそう。だから、あ、若くて大学生。そう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 。うん。だから俺が言いたかったのは、30超えてるおじさんとか、俺たちみたいな、うんうん、そういう人の友達の家行ってさ、ベッドの下ちょっと見ちゃおうって言ってさ、うん、友達がトイレ行ってる間にスッて行ったらさ、うん、早手のごとく入ってたら結構びっくりっていうかさ、うん、なんで早手のごとく隠してんのってなるよね。俺はね、逆にね、あのなんか、え、これ片付けの途中かなって思っちゃったね。そうね。そこまでさ、その、思わないじゃん。だってその、うん、いい年こいてさ、ハヤテのごとくをさ、ね、ベッドの下に隠してるのに意味があるってさ、ことを。うん。うん、それ、そのレベルだよ、本当に。ねえ。もしかして、ハヤテのごとくのカバーで隠されてる中身は違うやつかなと思って、うん、パラパラって俺めくっちゃうと思う。うん、そうね。うん。何重にも隠してるのかなって思って。そうだね。いやだからなんかさ、その、俺も本当に、いや、ハヤテのごとくが、あの、その、ダークブックなわけないと思っちゃう。うん、絶対思っちゃうもん。うん。うん。
だって多分さ、あの、あれだよね、その本棚にはさ、トラブルとかあるわけですよ。この、まあね、T、うん。うん。T さんには。うん。でも、ない、ない、なんかね、隠れてるのは生えてのごとくっていうのね。そうだね、うん。いい話ですね。いい話だし、うん、やっぱり、幼い頃の思い出にはね、ちょっと勝てないんではないかっていう感じするよね。そうだね。うん。どうしても、うん。俺もね、中高生の頃に、うん。あれ、これも俺、帰り道で多分、松の木の下に自生してたと思うんだけど、うん。二人エッチのね、単行本を。はい、はいはいはい。よく自生してる。よく自生してるんですよ。まあちょっと湿っ、うんね、大体湿ってるんだけど。うんまあ、そうそう、雨がね、通ってる、ね。そうそうそう、うん。傘もね、先で開いたりするんだけど、うん、だから。そうそうそう、うん。そこで読んだ、その、性知識みたいなものは、うん、すごいやっぱね、頭にガツンと入ってますよ。その、そうなんだ、そうなんだって感じで、うん、そこで思ったことは。うん。うん、やっぱね。わかるわ、うんうん。うん。まあ、だからね、なんだかんだ言って、5歳ぐらいに面白いって思ってたものが、ずーっと続くみたいなさ、話、あったけど、うん。よくなんか、その、偉い人がそういうことを言ってたりする。まあ、思春期の頃とかね。そう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 。そうだね。まあ、ね、それをね、その、裏付けるようなね、お便りありがとうって感じだね。そうだね。うん。うんこれからも早手のごとくに支配されてくださいということですね。そうだね。うん、うん。やっぱり、創作しようとしても、どこかで早手のごとくの手癖が入ってしまうだろうな、そうそうそう。サトリさんはって思っちゃう。うんうん、とにかく可愛いもね、読んでくださいということで。そうそうそう、そう、うん。そうだね。うん、じゃあ、次行きますか。はい、行きましょう。いい話だった。うん、はい。こういうお便りね、どしどし欲しいですね。うんうんうんはい、人種コネーム匿名希望のカルデア職員さんから、うんうんうん、カルデア職員っていうのは FGO の主人公たちが通ってる記事ですよね確かカルデアってあそうですねそうですね FGO の舞台ですね、うん、そこに勤めてる方からのね、はい、職員さんから、はい、そうですね、はい、はい、遅ればせながら100回おめでとうございますアーカイブにて聞きました、はい、コメント参加できなくて残念なので、はい、また機会がありましたら生放送お願いしますということでありがとうございます、はいさて100回の話題の中に、うん、マシュちゃんは絶対チャラ男にエッチなことをしているイメージがあるというコメントに対して、うん真面目な話をすると絶対にそんなことはないですよという話が出ていましたが、うんうん、私はむしろその絶対にありえないという部分にネトラレの必然性が生まれているのではないかと思いお便りを送ります、うんうんこれは持論なのですが私が思うにネトラレという表現は背徳感とか喪失感のような部分とのシナジー以前の問題に、単純に純粋にとってもエロい表現だと考えています。うん、ある女の子のイラストをよりエッチにしようと思えば、大丈夫ですか、うん、いや、すごい面白くてさ、なんかそのさ、普遍的な話なんだぞっていう感じのさ、確かにね。うん、装飾語がさ、二つもついたことによってさ、そうだね。ちょっと笑ってしまってごめんなさい。単純に純粋になんだっていう、ね。そう、単純に純粋に。そうそう。説得するなって思って。俺の性癖だからエロいとかじゃなくて、単純に純粋にとってもエロいんだっていうことをね、訴えてるけど。うん、はい。ある女の子のイラストをよりエッチにしようと思うと、はい、例えば汗をかき込んだり、頬を好調させたりといった表現があると思います。うんうんうん、ありますね、うん。これは女性が性的に興奮しているのを見ると、我々もエッチだと感じるという共感によるエロ力の上昇だと考えています。その行き着いた先の一つが例えばアヘ顔なのだと思います。うん。これらの女性がより性的に興奮している、言い換えればエッチな気持ちに支配されている様を描く方法として。先ほど挙げたような、テクニックとは別の方法として状況による表現があり、それがネトラレだというのが私の持論なのです。マシュちゃんがマスターのことを尊敬し、その身を滅ぼしてでも助ける対象だと考えていたとしても、それらをただのチャラ男マッサージ師が上回るとしたら、それはもうとんでもなく強いエロ力が働き、エロの力がマシュちゃんを支配していると考えられます。これはもうとんでもなくエッチじゃないでしょうか。絶対にありえない状況でも寝取られてしまうというのは精神的なアヘ顔なのだというのが私の持論なのです。チャラ男マッサージ師がマシュちゃんの肩に手をかけて、マシュちゃんが妖艶に微笑みながら、私の欲しい未来はここにあるって絶対に言わない。言わないからこそ、そのあまりに強大なエロ力が色彩を放っている、そう思うのですと。
もう色彩を持って現れる、そう、色彩を持って現れる、そう思うんです、うん、このね、多分ね、中野さん全然伝わってないと思うんだけど、これ歌詞とかなの、なんか、そう、これね、歌詞とか、うん、あとね、作中のね、その名言みたいなのが散りばめられた、そうなんだ、表現で、あ、ちゃんと色彩を持って現れるって言ってあげなきゃいけなかったんだっていうことがね、うん、そう伝わってきて、心があったかくなって、なるほど、うん、お二人のネットラリの中でも、うん、特に好きなシチュエーションや好きな作品なども教えていただければ幸いです。私のおすすめは、はい、魔剣士リーネ2という成人向け PC シミュレーション RPG です。はい、長文になってしまい申し訳ないです。ということで、ありがとうございます。めちゃめちゃ面白いんだよね、これ。うん、このね、まずこれの、純粋な意見の前に、うん、その前に、なんかその、お二人のネットラリの中でも特に好きなシチュエーションとかで、その、俺たちというか全人類をネットラリずっと否定するなと思って。ネットラリ嫌いですって言ったらどうすんだてか言ってんだよ俺たちはね、もうすでにあんまりネトラレで興奮しませんって言ってんだよ俺は笑っちゃうんだよね、だからいやネトラレは普遍的なものだから絶対に好きなはずなのですが、さあお答えくださいみたいな感じが確かに、そう、現実を侵食すなお前は確かに、うん、というわけで、まあ、当然、魔剣士リーネ2も俺はね、ちょっと、うん、ご存知じゃないんですけど。ご存知ない俺もご存知ない。うん、何ですかって言われても、ねえよとしか言いようなくて。そうだね。で、申し訳ないんですけど。うん、まあ、でも、魔剣士リーネは、じゃあ、今度調べておきます。うん、魔剣士リーネ2かな、そうそうそう、うん。言ってることはでも、わかるって感じですよ。うん、その、ネトラレっていうのは、その、まあ、単純に、うん、女の子がめちゃくちゃエッチな気持ちになってるっていうことの表現だから、うんうん、まあだから、頬をあからめたり汗かいたり、うん、そういうものの延長線上にあるものなんですよっていう、そう考えてるってことだよね。そういう、うん、特殊性癖とかって思われるかもしれないけど、まずその前に単純にそういうエロ力に支配されている女性を描いている一つの手段なんですよっていうことを言ってるってことだよね。カルデア職員さんはね。うん。そうじゃないかな。そうじゃないですか。確かに。そう考えると、だから絶対に私は、まあ、屈しないぞって言っている人が、屈しちゃうって方が逆、逆説的により強大なエロ力があったんだろうな、そこにってことだよね。それが見えるから、だからマシュちゃんとか、まあ、ネトラレがいわゆる似合うキャラっていうのは、いわゆる身持ちが硬そうな、真面目そうな子の方が、逆説的にめっちゃエロいっていうことだよね。そういう目でマシュちゃんはすげえネトラレに似合うんじゃないかなってことを、カルデア職員は言っていると、うん。なるほどね。うん、そうじゃないの、確かに。まあ、そうかもしれないなって思いますよ。その、なんか、システム的な話をされたら、そうだなって思いますよ。そう。ただ、うん、設定的な話をすると、うん、そう。マシちゃんが、カルデア、主人公か、うん。主人公をそういうふうに精神的になんか、裏切ったりするとか、そういうようなことができないっていうのは、マシちゃんの気持ちとかよりも、設定的な問題というか、マシちゃんより主人公の方がめちゃめちゃ、価値があるんですよね、単純に。その、人類に、人類にとってね。そうそうそう、人材的な価値があって。うん、で、主人公の精神的ケアみたいなのを、おそらくカルデアは、いの一に、あれしてるんですよね、その、うん。うん、なんか、あれして、なんつうんだろう。優先順位をつけてて、うん、それに対する、あれができないっていうか、それに対する反抗みたいなのは、許されてない。なるほどね。例えば、それはマシちゃんも、含めてですけど。うん、じゃあ、マシちゃんがもしも主人公を動揺させたり、うん、精神的に追い詰めるような動きを取ったとしたら、うん、無自覚にしろ、自覚的にしろ、ね。そうそうそう。周りが黙っちゃいねえんだ、その周りが黙っちゃいないってことだ。なるほどね。で、もしかしたら、マシちゃんが、あまりにも度が過ぎたことをしてると、うん、下手したらリンチ殺人でマシちゃんが殺される可能性すらあるような、うん、なるほどね、あれなので、その、うん、結構、非常事態なので、うん。うん、なので、それを、他の職員が許すとは思えないし、その主人公だけの問題じゃなくなってて、それは。うんうん、他の職員もしくは他のサーバントが許すとは思えないっていうような状況があると思っている、ね。なるほどね。だから、ないと思う。うん、なるほどね。うん、そうそうそう、じゃあ、ネトラレが発生したとしても、うん、でまあ、ネトラレっていうか、マシュちゃんがもしも万が一、匿名のカルデア職員によって、そうですね。性的にマッサージ受けて興奮しちゃったとしても、うん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 、それがバレたら、もう、その、なんだ、うん、主人公くんにはそれがまずバレないってことだよね、きっと。他のカルデア職員。まあ、バレない、うん、そうそう、し、
バレないっつうか、まあ、なんか。隔離されて終わりみたいな。隔離されて終わりとかそういう感じなんじゃないのとか、なんか、うん、普通にその、あの、寝とったチャラ男の身が、なんかあれできないというか、うん、その身、あの、なんだろう、安全が保障できないというか、うん、まあだから、あの、なんだろう、殴られないから寝とるって感じはあると思うんですよね、その普通に。そうだね。うん。うん、例えば、その、殺されるような状況で寝とるっていうと別の文脈が発生するというか、うんうん、気持ちよさとか関係ない、なんかその、絶対にしなきゃいけないみたいな状況になるというか、うんうん、みんなその、当たり前だけど、性欲があったりしても、あの、急に外でその、その辺の女の人をレイプして発散したりしないわけじゃないですか。うん、まあそれは道徳だとか、その、法律とかがいろいろあったりするから。うん。うん。で、それを超えるほど、なんか、あるのって気がするというか、その、チャロー君にそういうのは。そうだね。うん、まあ、そう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 、うん、チャラ男が死刑囚とかだったらまあそういうことになっちゃうかもしれないけど、ね、そういうことになっちゃうかもしれないけど、うん、それはなんかチャラ男マッサージを超えた何かだろうっていうか、そうだね、うん、そう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 、もうチャラ男というあれがついてるやつがそういうことできるわけないだろうっていう気がしちゃうというか、うん、俺もこの話というかさ、ネットラレの話は何回かしてるんだけど、多分このラジオでも、そのためにこういうマッシュちゃんの話を荒垣さんがしてくれてさ、そうだね、うんうん、マッシュちゃんはまあ俺はやってないからわかんないけど、設定上そういう風になかなかありえない、うんうん、ネットラレというのがうまく発生しないような設定だから、うん、そうだね、うん、難しいと思いますよってことを言ってて、そうなんだよね、その気持ちとかではない部分で、うん、その例えばその寝取られて、でも私はその主人公じゃなくて、このチャラ男さんと一緒に生きていきますみたいなことがあり得る状況だったら、うん、まああるんじゃないと思うんだけど、うん、俺もそんなにその口酸っぱくして言わないんだけど、うん、でもマシちゃんは絶対にもうその、そういう普通の生き方が許されてる人類、人間ではないから、そうだね。うん、そうそう。単純に無理だろって思っちゃいますね、普通に。個人の気持ちで超えられる範囲をもう超えてるだろっていうか、うん。うん、俺は今ね、それ聞いててね、うん、イリアの空、うん、UFO の夏にね、うん、出てきて、うん、イリアちゃんがね、レイプされたか、うん、されてないのか、それは闇の中、ドロヘドロって感じのシーンがあるんですよね。うん、うん。でもそれについて主人公は目撃しちゃうから、うん、それで疑心暗鬼になって、うん、まあ、うん、後半でね、決定的な展開が待っているみたいな感じになっちゃうところがあって、うん、で、まあ、イリアちゃんもやっぱり主人公も、完全になんだろう、うん、人類を救うために仕組まれているカップルみたいなところがあるので、うん、自由恋愛じゃないんですよ。自由恋愛のふりして自由恋愛じゃないんだよね。うん、お互い、うんうん、慰安のために付き合わされてるだけなので、うんうん、主人公は、イリアちゃんと、うんうんうん。だからそういうところをね、今、想像しながら聞いてたけど、うんうん、ああいう感じなのかなと思ってね。ね、俺は、その FG をやってないからさ。うん、やってない。まあそうだね、うん。うん。っていうの、そうだね。うん。うん、っていうのと、あと、ネトラレっていうのは、ネトラレって、ざっくり言っちゃうけど、リアリティの求めてる、度合いってかなりばらつきがあって。そうだね。例えばファンタジーみたいなネトラレもあるじゃないですか。その、うん、催眠アプリ一発でピッてやっても、ね、心も体も全部支配するっていう、うん、人妻とかさ、そういう、彼氏がいる女の人に対してっていう、それだって別にネトラレのジャンルだと思うんですよね。強制的に。まあそうですね。うん。うん、だけど、そういうのとは別に、その、リアルな状況を積み重ねて、積み重ねて追い詰めていくような、詰め将棋のようなね、うん、そういうネトラレっていうのもあって、うん、あると思っていて。ありますね。うん。で、多分、荒垣さんが喋っているこのマッシャンがありえないっていうのは、うん、そっちなんですよね。どっちかっていうと。そうですね。うん、そうそうそう。うん。うん、それは、好みの話だと思うんだけど、うん、どっちのネトラレもあるから。そうだね。うん。だから、俺はそういう、同人誌とかでマッシャンがネトラレてるみたいなのに対して、まあ、ええんちゃうとは思うけど、うん、単純に実際の設定の話をすると、それはありえへんなって言ってるだけなので、うん、別にその、マシちゃんの寝取られ、その、マシちゃんの気持ちがチャラ男に傾く同人誌は、それはそれであるじゃないかって気がします。そうそうそう。ファンタジーとしてね。そうそうそう。みたいなね、だからどこに目をつぶるかが、やっぱりあれ。っていうか、そもそもなんかそのさ、マシちゃんがそのさ、セックスするのだってさ、そのなんか FGO の設定とか、そういう設定じゃねえか。まあなんかそういう話的にはありえないけど、うん、そこに目をつぶってセックスさせる同人誌が生まれるわけじゃないですか。うん、そのでどこに目をつぶるかっていうのが、まあ、その、同時誌を作るときのセンスだなとも思ってるし、うん、俺は。そうだね。うん、そう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 。だから、俺は別にその、マシちゃんがチャラ男に寝取られる同時誌も、そういうもんだなと思ってます。うん。うん。でも、厳密な話をされると、いや、厳密な話をすると絶対それは無理やけどな、っていう感じになっちゃうっていうだけです。そうだね。うん、そう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 。うん、なので、まあね、その、
マッシャンが寝取られたらエロいと思いますよって言われたら、いや俺もエロいと思いますよっていう話になっちゃう。そうだね。うん。なんかやっぱりさ、俺は、うん、俺もどっちもいいと思うんですけど、その、うんうん、さっきの、サトリさんが言っていた、うん、そのエロ力の強大さを見せるための表現としても寝取られっていうんであれば、やっぱりあのアプリ一発でバンってやるのはなんだろうな、うん、まあ効率はいいけど、その、うん、身持ちの硬い女の人が支配されていくっていう、うん、こんなにもしっかりした真面目な人が支配されちゃったんだから、逆説的にめっちゃ強大なエロ力がそこにはあったんだなっていう表現としては、うん、多分ちょっと弱くなるかなっていう気はしてて、もっと抵抗して抵抗してつばぜり合いとかをして抵抗していくのに陥落してしまったの方がやっぱり強大だったんだねって感じは見えるのかなっていう気はするんだよね、うん、あでもなんかね、うん、それはね逆にねあの肩を持ちますけど、うん、あの残酷さがね生まれるんだよね、そのあっさりの残酷さってこと。そうあっさりの残酷さがそのなんかあの確かに抵抗とかそういうのが全くできなかったっていうか、うんうん、もしかしたらそのなんかあのあれかもねとかそういうなんか嫌だって言ったりしてそのなんか逃れられたかもしれないけど、うん、それはねこのアプリはそれを許さんみたいな感じでね、うん、相手の人権をね、うん、人権を奪ってることに対するエロさはあるね、確かに、うん、そうだね、うん、そう人生を奪ってる感じのエロさというかね、うん、そうだね、うん、性欲を超えたエロさみたいなのがあるんじゃないですか。性癖の話をした時にあの石化、はい、石化とかで土下座した状態で石化させてそれで抜くみたいな性癖も世の中にはあるみたいな話をして、はい、でもそれってもう裸とかじゃないし、うん、エッチとかじゃなくないですかって言ったんだけど、でもそもそも相手の人権を奪うことっていう事態にエロさを感じるそういう目線があるから、うん、俺たちはまだそこに到達できてないだけみたいな話をしたけど、うん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 、そういう意味で言うとやっぱアプリ一発で人権奪うみたいなその残酷さというか、うん、そうだよね、うんそこのだからなんか、うん、やっぱりそのエッチしてる最中もなんかこんなことをなんかするやつじゃなかったんだよなみたいな寂しさみたいなのとかさ、うん、いやそういうのが、ね、だから悲しいですよ、うん、本当に悲しい本当うんレトロあれは本当に悲しいの、うん、そうだね、うん、だって身持ちの硬さとかさそういう道徳感とか倫理観みたいなものがさ、うん、エロ力に敗北する様子を、やっぱり描くものだと俺は思っているから、うんうんうん、その人は言い訳してね、言い訳しちゃうんですよ。うん、例えばお金のためとかさ、これは浮気じゃないわとか、うん、あの人守るためなのとかさ、うん、なんか、最初はそうだったかもしれないが、いつだったかそれは言い訳に変わっているんだよな、みたいな感じのさ、うんうん、悲しくない？悲しいね。めっちゃ悲しいんだが、それが、うん、それが人の世の真実でいいのかっていう感じの、まあでもね、それはやっぱり一面の真実というかね。うん。一面の真実をピックアップしてくれたわけか。っていう感じかなって俺は思いますけどね。うん。そうやね。うん、だからネトリ自体はね、そんなに、まあいいんじゃないというか、むしろ、ありがちというか、まあそれは単純に俺の道徳的な感じで、嫌だなぁ、こういうのって思って嫌なだけで、うん、その、それがエロを生むっていうのは、別に俺はそこに対しての否定的な、見解を持ってないですね。そうだね、うん。うんうん。それはエロいよねって言われたら、いや、エロいと思いますって感じですね。そうだね。うん、そう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 、うん。って感じですかね。うん。そうなんですよ。うん。この間ね、もうちょっとだけネトラレの話するんだけど、はい、この間、うん、ネトラレ好きの人と喋った時に、うん、その、この世にはネトラレ、この世の恋愛はね、ネトラレか、やがてネトラレになるものしかないのではって話をしたの。はい。うん。その、荒脇さんはね、もしかしたら、これは否定するかもしれないんだけど、うん、その、例えば俺が部活の先輩が好きだったとして、うん、ずっと好きだったのに、あ、先輩付き合ってる人いたんだって瞬間の気持ちって、ネトラレに分類していいのかどうかっていうことなんだよね。はい。うん、これ。荒脇さんは確か、いつだったかの放送で、うん、そういう片思いの勝手な失恋をネトラレにするな、みたいなことをね、言ってた気がするから、ネトラレにジャッジしちゃいけないのかもしれないんだけど、荒脇さん的には。でも俺は主観的にはネトラレでしょ。ネトラレって気持ちになってるもん、俺っていう。なるほどね。気持ちがあって、客観的にはネトラレじゃないかもしれないけど、主観的にはネトラレでしょと思ってるから、だとするなら、もう、この世には、ネトラレか、いずれネトラレになるものしかないなって気持ちがあって。まあ。つらって思っちゃった。つらっていうか、ネトラレって偏在してるなってことだけど。単純にね、その、
ああ、今話してる最中に何言おうとしたか忘れちゃったわ。うん。いや、どこにでもあるんですよ、ネットラレはね。うん、じゃあ、いいか。まあ、うん、うん、まあ、あれ、また忘れちゃった、今。今ね。あまりにショックで、ちょっとネットラレの。うん。しゃべりのね、あのタイミングが。そうだね。毎回噛み合わなかった。まあ、じゃあ次行きますか。うん。うん、次に行きます。はい。これもまたね、ちょっと、うん、最近ね、お便りが皆さん、気合が入って長いのが多い。お、レシートってやつですか？レシートですよ。レシートがたくさん来る。うん、はい、まあ、ありがたくも辛いみたいなね、話なんてあれですけど。いや、ありがたいですよ、ほんと。長い方がね、うん、嬉しいもん。あ、そう。うん、まあ、要約してくれた方が嬉しいけどね。そう。シコガコネーム、テリヤキチキンさんから。はい。あ、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。アイドルのあるべき姿とは、アイドルとは何なんでしょうか？でかいテーマね。でけえよ、でけえでけえ。卒論のテーマみたいな感じです。卒論だよ、これ、うん、そんなことを思ったのは、アイドルマスターシンデレラガールズのアニメの最終版の島村うずきの自分を取り戻すまでの物語と、イソフラボンひじき先生の神くずアイドル、そしてシンデレラガールズに新しく登場した夢見リアムというアイドルの人気と、その人気に起こる増田のエントリーを見たからでしたということで、はい、あ、長い長い話になりそうですが、はい、アイドルマスターシンデレラガールズのアニメの最終版、島村うずきは笑顔は誰にでもできる、自分には何にもないとアイドルとしての自己を見失いました。それは周りの渋谷リンや本田美桜をはじめとしたアイドルは自分のやりたいことがあり、それを表現することがアイドルであると考えているように思います。同じように島村も、あ、ごめんなさい、同じようにうずきも、アイドルとは自分のやりたいことを発見し、まだ自分が知らない自分、かっこうずきの言うキラキラした何かを見つけて表現することだと考えています。ですが、うずきの言う笑顔は誰にでもできるというのは、うずきがそう思っただけであり、言ってしまえば自分本位の考えです。うん、アイドルというのはやりたいことを表現するのではなく、他人に求められる姿、自分、かっこうずきができること、笑顔を見せることというのがアイドルの姿であり、このアニメは自分本位の考え方から脱する物語じゃないかなと私は感じました。うん。うん、似たような話を現在連載中の神くずアイドルでも扱っているように感じます。特に最新話のアイドル運動会の回で瀬戸内ひかるが語る、素じゃないファンに喜んでもらえる姿を見せるのがアイドルの仕事なのではないかというセリフで、アニメシンデレラガールズのことを思い出したのです。うんうん、そして、夢見リアムが許せないというタイトルの増田を読みました。増田っていうのは、ハテナブログの、ハテナのなんか人のことを言うんだよね、これって。そうだと思いますね。その、あの、七しとか年明とかそういう感じ。そうだよね。ハテナブログの多分記事を読んだと。うん。私はゲームをやっていないので正確ではないのかもしれませんが、うん、夢見リアムは、チヤホヤされたいという素、かっこ不確かですが、を見せることで人気を博しているアイドルであり、神くずアイドルのニオト君が素で人気が出たらこのようになるのではないかなと感じたのです。テレマスアニメ、神くずアイドル、夢見リアムについて、そしてアイドルと何かについて語ってほしいと思い、お便りを送らせていただきました。毎回長文を送ってるので、次回は必ず短くします。ということで。長くてもいいよ。これは嬉しいわ。ありがとうございます。ということで、うん、まとめるっつうか、テレヤキチキンさんは言っている、うん、今回のアイドルについて喋っていることは、アイドルの見せるべき姿っていうのは、素の姿を見せることなのか、それとも、期待されている姿を、見せることなのかみたいな。アイドルってどういう存在であるべきなのかみたいな。うんうんうん。話を多分しろわけだよね。うん。で、それで、まあ、その、シンデレラガールズのアニメ版は、そこから脱却する話と、そうそうそう、見たっていう話なんと思うんですけど、うん、僕はアイドルに関して言ったら、あれ、あの、神くずアイドルの、これ、最終話まで行ってない、ご意見だなという感じがするというか、うん。神くずアイドル2巻って読みました？ 2 巻まだ読んでないんだよね、俺。読んでないか。うん、うん、まあ、結局その書き下ろしもたくさんあるらしいからね、なんか。うん、そうだね。書き下ろしもね、いっぱいあった。50ページぐらい書き下ろしだったかな、うん、その、特典付きの小冊子とかだと、うん。うん。で、まあ、あの、神くずアイドル。2巻は読んでるんだけどね。そう。うん、2巻とっても面白いし、ここで俺たちがいっぱい買ったら神くずアイドルが連載再開するかもしれないな。みんな神くずアイドルを読んでほしいな、読んでほしいな。だって俺もすごい面白いと思うからなっていう。次に来る漫画大賞ね、うん。今度神くずアイドル3位に入賞させようぜっていう動きが起こってもおかしくないよ。うんね、本当おかしくないよ、うん。連載が終わっている作品もね、上位入賞ができるっていうことは前年のね、
実績があるから、うん、やっぱり。そうだね。俺も、次に来る、漫画のやつでね、見てたけどね、やっぱりみんな、うん、ああいうところをね、その、指摘利用してね、みんな、読みたい漫画を、新装版を作ってもらったりとかさ、連載再開してもらったりとかさ、するためにね、政治利用してこうぜって感じしますか。カミクズアイドル2巻のじゃあネタバレというか、最終版の話をするっていうことですか、荒牧さんは今から。そっか、そういうことになるか。うん、まあ、いや、別に前もって言っとけばいいんじゃないと思うんだけど。その、結論というか、その、こういうことを言っていたってだけで別にね、詳しい展開っていうか、流れみたいなものはわかんないと思うし。まあ、そのさ、やっぱりその、瀬戸内くんってすごい、いいこと、言ってると思うんだけど、このなんか、素じゃなくて。素じゃない。そうそうそう、うん、ファン。これ、瀬戸内くんの言ってることって、なんだろう。朝日ちゃん、うん。うん。の、なんか、話にもちょっと繋がってて。朝日ちゃんはでも素だったんじゃないのかな。まあそう、それが素だったりするんだけど、うん、朝日ちゃんの意識的には、その、ファンに喜んでもらえる姿を見せる。うん。あ、これはね、朝日くん、朝日ちゃんじゃない。瀬戸内くんも言ってるんだけど、うん、その考え自体が朝日ちゃんの素だったっていうのがすごいっていうのが朝日ちゃんの、うん、そうだね。キャラクターだそう、うん。ファンに喜んでもらいたいって思うのがずっと素で思ってるから、ね、朝日ちゃんは、その、ブレがないっていう、その他人から思われてる朝日ちゃんと自分が思ってる朝日ちゃんにブレがないっていう、ね。そうだね。うん、で瀬戸内くんは、ぶっちゃけそうではなくて、そうだね。そう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 。そういうふうに振る舞いたいと思ってる。そうだね。朝日ちゃんに憧れてる人だからね。うん。そう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 。で、この話のさ、やっぱすごい面白いなって思うのは、うん、その、ニオドくんって、ほんとクソなんですよね、その、ムーブが。そうだね。で、その、ムーブがクソなんだけど、その、これは俺の持論にもすごい近いところをやってくれてると思うんだけど、うん、その、演者のどこを好きになるかは、うん、客の自由なんですよね。そうだね。そう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 。だから、その、客が求めてるものっていうのも、例えばその、客が求めてるものを出したいって思ってるものが、客の求めてるものじゃないっていう可能性だってめちゃめちゃあるんだよね、それは。うん。うん。そうなんだよね。だからそう、うん。ぶっちゃけその演者が何を思ってるかなんて、変な話どうでもいいっていう、感じというか、うん、その、ニオドくんは、その、朝日ちゃんに、うん、取り憑かれて、その二面性があるようなアイドルとしてね、振る舞うんだけど、うん、すごい完璧なアイドルとして振る舞ってるニオドくんと、めちゃくちゃクソみたいな、ムーブをするニオドくんっていう二つの二面性を持つアイドルになってるんだけど、うん、その、クソのムーブをしてるところにもファンがついてるんですよ、普通に。そうだね。うん、そうそうそう、そこがすごい面白くて、うん、これがね、その、なんか、瀬戸内くんを、その、論破する、あれになってるというか、そうだね、瀬戸内くんは瀬戸内くんで、その悩んでアイドルするっていうすごい大事なことをやってるんだけど、うん、そのなんか、うん。でもそれだけがアイドルじゃないんだぞっていう感じというか。うん。うん、っていうかまあファンに喜んでもらえる姿を見せるのは仕事かもしれないけど、うん、ファンはいろんなとこで喜ぶファンがたくさん無数に偏在してるし。そう、偏在してて、クソみたいなことをしてても、あ、クソみたいなことしてくれてる、嬉しいとか。そう、何がファン差になるかわからないんだよね。うん、そうそう、わかんないんだよね。そう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 。そこに、朝日ちゃんは結構悩むっていうのが中盤のね、見どころというか、その、神くずアイドルの。そうだね。うん。そう。ニオドくんにも、ちゃんと、ね、ファンがいるんだっていう、ね。そう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 。うん、ニオドくんをキラキラさせるのはできるけど、うんうん、それってその元のニオドくんのファンに対する裏切りなんじゃないのみたいなところとかもあったりする。ただ別に朝日ちゃんが入ってさ、正当化ファンさしてもさ、そのファンたちは相変わらず喜んでるよね。うん、血を吐きながら。そう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 。うん。どうでもいいっちゃどうでもいいんだよ。なんかその、あれ、絶妙なね、なんか、その、身もたもない話になっちゃう。そう、ファンの度量が広いから、やっぱり。そう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 。うん、だからね、このね、うずきちゃんの、やりたいことを表現するんじゃなくて、他人に求められてる姿を、見せるっていうのがアイドルの姿なんじゃないのっていうのは、俺はちょっと懐疑的というか、うん、アイドルは、壇上に立ってたら、何でもアイドルだよっていう気がするというか。いいこと言いますね。うん、そう。それに対して、その、うずきちゃんは悩んじゃったんだよね。そう。
意味を見出そうとしちゃったんだよ。アイドルの資格があるかどうかみたいな話を、ね。そう。自分自身に問い詰めちゃったんだよね。そう。うん。壇上に立ってたら全てがアイドルだとしたら、アイドルに資格なんてないっていう、めちゃめちゃすげえ話になるんだけど。うん、そう。うん。でも、その、うずきちゃんは、その、ただの笑顔じゃ、うん、その資格にはならないだろうと思っちゃったというか、そう。うん、自分には何にもないからって言って、ね、そう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 、何にもなくてもアイドルにはなれんだよっていう話で。ゆめみりあむちゃんも、その、その場に立ってたとしたら、もうそれはすでにアイドルというか、そう、うん、意識が高いか低いかの違いはあれど、うん、全部アイドルなんだよね。そうだね。うん、だから、クソみたいなことをしてても、そのクソみたいなところを好きになる人だっているかもしれないし、うん、まあ、いないかもしれないけど。そう、いないかもしれない。うん、そう。ただ、それは、その、単純に、あの、いいって思ってもらう人を増やすためには、努力も必要だよね、もちろん。そうだね。そういうマーケティングの努力とか。そうそうそう、マーケティングの努力とか、うん、そう。いろいろ必要だと思うんだけど、練習したりとかね。うん、うんうん、そう。でも、本質的にはそうではないんだよね。そうだね。単純に。別にスタート地点に立つだけだったらば、壇上に立てばもうアイドルの一員にはなってるってことだよね。そっから人気を出すとかだったら分かんないけどねっていう。そうっていう話だと思ってて。そうだね。うん。だからやっぱりそのキラキラした何かっていうのはまあ幻想じゃないのというかね。そうだね。うずきちゃんがその幻想に気づくというかさ。うん。うん、そうそう。うんうん。だから、てりやきチキンさんの最初の問い、アイドルのあるべき姿とは何か、アイドルとは何なのかって言ったら、うんうん、あるべき姿なんてのは別に特にないですよってことでしょ。ない。そう。アイドルとは何かって言ったら、壇上に上がった時点でもアイドルだから。そうだね。うん。うん、っていうこと。そうだね。そう、うん。だからこそ何やってもいいっていうことで、うん、そのみんながいろんなことやってたけど、うん、それもアイドルだし、これもアイドルだし、うん、もちろん、うずきちゃんもアイドルだった。そうだね。リアムちゃんもアイドルだったって感じなんだよね、うん。やっぱり定義をね、あんまり、うん、固めすぎると、うんうん、私はアイドルじゃないみたいなことになっちゃうし、うん、そう、お前はアイドルじゃないみたいなことになっちゃうし、うん、それがやっぱり、瀬戸内くんと宇月ちゃんの悩みだと思うから、うん、そのアイドルの定義をね、うん、自分の中にしっかり。そう、うん。まあだから、結構さ、よくありがちなんだけどさ、アイドルって、下手さみたいなのも魅力につながったりする変なジャンルなんだよね、すごい。そうだね。うん。うん、めちゃめちゃ完璧じゃない、なんかたどたどしい踊りを踊ってることによって、なんか物語だとか成長性みたいなのを感じるみたいな。そうだね。まあ成長しなくたっていいしね、別に。しなくたっていいんだけど、うん、そう。それに対して何かを見出すのは俺たちの仕事だからさ。そう、うん。っていう感じで、なんかいろいろ、何でも起きちゃうというかさ、うん、ようなのがやっぱアイドルだと俺は思ってるから。そうだね。うん。うん、だから俺はそういう感じなのかなというかね。うん。この話は。うん。そうだね。やっぱりさ、自分の中でそういうさ、アイドルはこうした方がいいんじゃないかとかって思うのはさ、うん、俺も思うし、うん。そうだね。漫画、みんな思う。そう、漫画家はこうするべきとかさ、いろいろあると思うんだよね。そのツイッターで自分の宣伝をさ、読んでくださいとかするのは、うん、漫画家としてどうなのみたいなことを思うのもわかるって思うんだけど、うんうんうん、でも、それをさ、やっぱり、ぶつけない方がいいな、自分の中に留めておいた方がいいなって思うのはさ、その漫画家さんたちのファンの姿を見たりとか、うんうんすると、やっぱり、お前が好きで喜んでる漫画家は、漫画家として失格だと思うよって、お前、そいつらに、俺、言うか、そこまで言いたいかって言ったら別にいいや、そんなこと言いたいわけじゃないしって気持ちになるっていうか。そうだね。うん、なんか、やっぱ、ね、自分の中のあくまでもっていう。うん、そうだよね。そうなると思う、うん。自分が推したいアイドル像のビジョンを自分の中で明確にしていくことっていうのは別に悪いことじゃないし、いいと思うんだけど。そうだね。そう。それは演じる方も受け取る方も、うん、多分その思いがあると、ここは俺にとってはアウトみたいなのって、そう本当にどこにあるかわかんない、うん、と思うんだよね、そのみんな、うん、その。だから俺は下手なあれを見せられるのは、いいけど、こういうことされるとめちゃめちゃ怒るみたいなのとかもあったりするし、うん。うん、失望しちゃうみたいなのとかもあると思うし。そうだね。そう、うん。で、そういうものだと俺は思っている。うん。うん、ね。リアムちゃんのね、やつはね、結構難しいよね。そのリアムちゃんの話はさ、俺ちょっともう、モバマスっていうのはちょっと古い言い方だけど、うん、シンデレラガールズ、デレマスか、うん。うん。デレマスに対しての、ちょっと離れてる期間が長すぎて、うん、あんまりそのね、詳しく語れないと思うんだけど。まあ、その、ハテナブログの記事の内容っていうのは、まあ、うん、まあ、みんなね、読んでくればいいと思うんで、ゆめみりあむが許せないっていうタイトルの記事なので、うん、で、まあ、短い記事だから、さらって読めると思うんだけど、うん、まあ、
ずっと楽しんでいたファンなんだけど、自分は。だけど、そのリアムちゃんが最初登場してきた時に、まあなんかちょっと変わった感じの一癖二癖ある、そういう、あの、いつもみたいにね、そういう可愛いキャラなのかなって思ったけど、どうも、あの、喋ってる、セリフとかを見てる、見ると、本当にマジでチヤホヤされたいだけとか、なんかアイドルは使い捨ての嗜好品だって僕分かってるよみたいなことをね、言ったりとか、なんか、ちょろいなオタクってファンを見下すような発言したりとか、やっぱこれはどうしても応援する気になれないというか、まあこれはシンデレラガールズの一人とはね、自分はどうしても認められないっていうことで、悲しくなっちゃったっていうことでね。まあでもね、シンデレラガールズってさ、今でこそ結構性格の平均化みたいなの、これちょっと悪い言い方してますけど、性格の平均化みたいなのがされているんだけど、昔はさ、その双葉アンズちゃんとかってさ、もっと邪悪だったよって思うし、そうだね、単純に荒垣さんは双葉アンズちゃんが働いてがっかりしたって言ってたもんね。そうそうそう、えって思っちゃったし、なんかそういうなんか、え、働いてるとかさ、なんかその友達のために頑張ってるとか、そういうのがさ、どんどんあれしてさ、そうだね、なんか頼れる兄貴分みたいになってるもんね。そうそうそう、シンデレラガールズとしてふさわしい双葉アンズになってんだよね。そうだね、うん、俺はそれに対して結構がっかりしたけど、単純にね。そうそう、でもまあそういうのが必要かなって思ってて、むしろ逆にあの夢ミリアムちゃんのそういうのは、あの時の荒々しいシンデレラガールズが帰ってきたぜ、なるほど、ね、って感じの嬉しさはあったりする。あ、うん、であとね、なんかね、夢ミリアムちゃんのそのディスみたいなのをあの複雑にしてるのが、あの総選挙っていう形式で、うん、俺これ、ね、1年か2年ぐらいの時だった時は笑えるんだけどさ、笑えたんだけど、笑えたしいいなって思ったんだけどさ、これそのさ、何年もやるもんじゃなかったってだけだよな、単純にっていうか、その総選挙っていうものを、で声をなんか総選挙によってつけるみたいなので、あの声つき声なしみたいなのに価値があるみたいな風に定義しちゃったのが問題だと思ってて、俺の推してるあのアイドル、モモマスのアイドルは多分あと3年以内に声がつくことは 100% ないだろうなっていう感じの、そうだね、がするし、そのトップ何、そのあの、トップ10までかな、その各、あのあれにトップ10までの中に1回も入ったことないし、単純にね、だからまあ普通に3年4年ぐらい、なんか本当にその急になんかあの石油王がね、あの石油王ですって感じで、あの1億円ぶっ込んだとかじゃなければ、多分まあ入んないだろうなっていうのキャラが好きだけど、でもそれに対してさ、そのなんか声がついてないからうんちゃらとかは思ってないし、単純にさ、なんかそこをなんかあれすると変な話になんないというかね、そう、本来はそうやって別に気に病むような話じゃないんだけど、でもこうやって総選挙でね、みんな投票して人気のやつがみたいな可視化されちゃったりとか、そうそうそう、ずっと応援してたのにいきなりユーミリアムっていうこういうなんかジョーカーみたいなキャラが出てきて、一気にそのね、ランクがつく、なんかその声つきがランク制みたいになってるのが問題で、声なんてなんかほんと適当につければよかったんだよっていう気はしてたんだよね、俺もちろん、この子たちは声がついてないのに、まだ声がついてないのが100人もいるのにみたいなのも、だからなんだよっていう感じだったんだよね、俺的には。ついてないからなんだよっていうか、かわいそうってことでしょ、ついてないから。そうそうそう、かわいそうになってんだよね、いつの間にか。それが、いや別に俺ついてなくても断然好きだしって思うし、その辺がね、なんか争わされて、なんか争わってますよ、争ってますよ、そう、争ってますよって感じになってさ、なんかそれが良くない。だからもう総選挙やめれば、別に夢ミリアムちゃんがどんな蛮行をしたところでその無視される話だったんじゃないかなと思うんだよね。だからこそなんかさ、その新キャラが急に声がついたってことで一回問題になってたんだけど、そう、それとかも声がついたからなんだよとしか言いようがないというか、まあそのまあどうしても声がついてほしいっていう人とかはいるかもしれんけどさ、まあそれは自分の好きなアイドルだったらさ、やっぱ人気になってほしいって気持ちは、あるんじゃない？あるかもしれないけど、そのトロフィーとして今声がつくってことになってるから、それを、そうなんだよね、そう、トロフィーになってるのが本当にダメだよって思う。まあ単純にね、その新しいのが2人増えてきたのはさ、単純にその
幅を広げないといけないからさ、うん、そう、あのね、声をつくっていうのがさ、その公共事業みたいになってるから、全部のキャラクターは声がつかなければいけないみたいな感じの風潮になってるんですよ今。うん、うん、声が、今声がついてないのは、あの、単純に手が回らないから声がつけられてないだけで、本当は全員に声をつけなければいけないみたいな状況になって、俺もそれちょっと気持ち悪いなと思ってて、うん。うん。それは、あの、イコールじゃないだろうっていうかね、その、声が つかなきゃかわいそうみたいな考えがもうなんか、ちょっと、あんまり乗れないなっていう気がしちゃっててさ。うん。うん、でもこれ以上話すとなんか、戦いになってしまいそうだから、うん、こんぐらいにしときますけど、うん、なるほどね。なんかね、うん、そう。もう全員の声剥奪したっていいよって俺は思ってるんだけど、もう、むしろ。一回ゼロに戻ろう、ゼロにって感じがするんだけどね。うん、そう。そうだね。まあ、そういう感じですかね。うん。うん、まあ、この人もね、リアムの話をしろって言ってたわけじゃないから、ね、ここで終わってもいいと思うんだけどね。そうだね。うん、そうそうそう。うん、まあ別にね、リアムちゃんも、うずきちゃんも、うん、まあニオドくんも、みんなアイドルってことだよね。みんなアイドルってことだよ。そう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 、うん。うん。ちょっと、あの、上級者向けのアイドルになるかもしれないけど、アイドルだっていうことに対しては、変わりはないんだよっていう感じ、ね、そう、そこを否定するのは、ちょっと、うん、ね。そうだね、うん。うん。きついかなって気はしますよね。そう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 。うん、だからなんかその、あの、あれが間違、その、うずきちゃんの悩みが間違ってたとか、うずきちゃんが間違った考えから正しい考えに行ったみたいな話でもないと思ってんだよね。普通シンデレラガールの終盤の話は。うん、そうだね。そう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 。っていう感じかな。うん。うん。うんうん、そうだね。真のアイドルに、間違ったアイドルから真のアイドルに成長したみたいな話ではないってこと。話ではないと俺は思ってる。うん、そう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 、うんうん。だからそのね、その、こんなの、笑顔なんて誰でもできるよ、って泣いてるのも、うん、泣いてるうずきちゃんも、もちろんアイドルだよ、っていう感じで。そうだね。うん、そう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 。泣く必要ないなって思っただけだよ、うずきちゃんは。うん。うん、っていう感じだと俺は思ってる。そうだね。誰にでもできることでいいんだよってこと。まあ、マジで、マジで誰にでもできるからね、だって。うん、そう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 。うずきちゃん、まあ、そう、うずきちゃんの笑顔はうずきちゃんしか持ってないから、うん、そのファンたちが、それに、価値を見出すのはめちゃめちゃ、そうそうそう。うん、そうそうそう。大切なことじゃん、っていうことでさ。うん、そう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 。誰でもできるもんって言ってもね、うん、でもうずきちゃんの人生はうずきちゃんしかあれしかできないからさ、そうだね、うん、そう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 、だからまあね、誰でもできることだって、誰でもできることでもうずきちゃんしかできないことはあるっていう話だよ、くしゃみだって誰にでもできるけどうずきちゃんにしかできないし、うん、そう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 、うずきちゃんのくしゃみはうずきちゃんしかできない、ね、うずきちゃんくしゃみしただけでファンはねもう一喜一憂するから、うん、ちゃんとするする、うんうんうん、だそんなね無意味なことに悩んじゃダメだよっていう話かなっていう気がしますね、悩んでもいいけど、ね、悩んでもいいけど、まあ悩まなくても済むことではあるって話だよ、ね。そうそう、大丈夫だよっていうね。そうそうそう、うん。人気が出なくて悩むんですみたいな話だったらまた話別だけどね。そう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 、うん。じゃあもうちょっとなんかいろんなことしてみよっかって話だけど。ファンが何求めてるか一緒に考えてみよっかみたいなね、うんうん、ことになるけどね。そうそうそう、そう、うん。でも、うずきちゃんはね、ステージに立つことを拒否しちゃってたからね、うん、あの時は。そう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 。もう一回レッスンやり直してきますって言って、やっぱりあの、うん、なんだっけ、研修生みたいなさ、ね、練習場みたいな場所で一人ステップをね、うん、鏡に向かってやるっていう感じになっちゃって。うんうんうん、でも、すげえわからんだ、ああいうの。本当に。うんうん、バグ書くの怖くなったから、もう一回基礎デッサンからやっぱりやり直してきますって言って、コピー紙に向き合うようなスタイルだから、うん、すっげえわかるんだよね。うん。うん、やっぱ、でもあれはかなり普遍的な、うん、普遍的な話だからさ、あれは、本当に。誰しもがね、うん、そうなんだよ。そうなるというかね、うんうん。みんなあるでしょ？そういうふうに思ったことがアイドルじゃなくてもっていうね。うん。うん、あ、でもどうなんだろうな。あの、単純なさ、点数制のさ、テストとかだったらさ、まあ勉強しろって話なんだけどさ、そうだね。なんかその、芸術活動とかさ、人格とかのさ、ふわふわしたもの、うん、を見せていく、評価されるのそうだ、ね、そう見せていく。うん、評価されたりする場所とか、まあその人間関係とかはそう、うん、一番そうかなって気がするんだけど、うん、うん、それに対してさ、なんかあの友達ができるようにその私もっとその縄跳び頑張ってきますみたいなさ、うん、話をしてるというかさ、うん、なんだろうな、うん、そういう感じかなって気がするね、うん、じゃあまあこんなもんしておきますかね、はい、今回ね、うん、あのコミティアがね多分、今週末にあるので。そうですね。うん。荒、う、牧、ん、さんは、まあ、
スペース自体はあると思うんだけど、新刊があるかどうかはまだ分からないよね、きっとね。そうです、そうです、そうです。そうです。今、頑張っている。うん。俺はね、新刊があるので、うん、あの、そうだね。うん。来る人は買って、中野さんの方には、そのあれしてる。俺はちょっとね、今ね、泣いて、泣きながらね、うん、って思いながらやる、うん。まあ大丈夫、別に。あの、うん、コミティアもね、別に。うん。あの、宅に座ればもうコミティアに参加してることになるから、ね、うん、アイドルと同じようにね。うん、そうだね、うん。コミティアのさ、あの、なんつうの、参加のあれみたいなのはさ、確かにそういうところあるかもしれないね。うん。うん。謝らなくていいですよ、だから。確かに、うん、確かに、うん。謝らん。私は謝らんぞ。私には何もないって言って、うん、私の宅には何もないって言って、謝らずに、別に。いや、マジで何もないかもしれない。あれだけど。荒牧さんがいればいいから。荒、う、牧、ん、さんがそこにいれば。そうだね。うん。笑顔をね、見せていけば。うん。笑顔、俺の笑顔が見たい人はね。そうだよ。荒牧さんに会いに行きたいって人もね、うん、少なからずいると思うから、やっぱ。そうだね。うん。まあ、俺が憔悴しきってる俺がいるかもしれないけど、ね。確かにね。その時はね、優しい言葉をかけてほしいよ、ほんと。うん。うずき、うずきって、あんたの笑顔を見せてってね。うん、言ってくれるね、りんちゃんをね、募集してますから。憔悴しきってる仁淀くんも可愛いみたいなファンでもいいしね。そう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 。うん。うんまあ泣き言言ったところで今日はこんぐらいですね。はい、じゃあこんなもんでお疲れ様です。うん、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。